ジャパン。時刻は3時になりました。ゲン星野さん、お疲れ様でした。2023年11月7日火曜日、この時間はアナのオールナイト日本ジローをお送りしていきます。アナちゃん、エイトランタから帰国。はい、はい、前回のラジオでもお知らせしましたが、エイトランタに語学留学に行っておりまして、はい、あのビザの関係で一旦帰国いたしました。先週は僕がエイトランタに行ってたってことで、代わりにミゼルの皆さんが担当してくれましたね。はい、ミゼル、はい、ビューファースの後輩ミゼルですよ。本当にありがとうございました。リョウキタクトカイリュースーパーサンクスビックリスペクトゴンフィンガーポンポンスカイハイスカイハイ Thank you ビックリスペクトということで、ミゼルトリプル A スカイハイエイトランタに行ってたんですけど、まあ、別にね、帰国子女とかってわけでは、まあ、ないから帰国子女って、ね、言わないでほしいんだよね。でも本当に言わないで、本当帰国子女って、まあ、発音はねちょっとなんかまあちょっと、ね、いいかもしれないんですけど、はい、ちょっとね、まあ、帰ってきたばっかだからそりゃそうかもなんですけど、帰国子女なんて言わないでほしい。本当に、まあ、1週間行ってただけだしね、うん、帰国子女とは言わないでほしい、うん、誰も言ってないね誰も言ってないんですけど、うん、まあでも僕がねアトランタで何してたかとかフリートークとかで話しますので、うーん、行ってきたね。本当に染まっちゃって染まっちゃったな。ミーゼル、マーゼル、マーゼルのみんな、ずっとミーゼルって、ミーゼル、マーゼルさんです。はい、マーゼルの皆さんありがとうございました。さて、非常にここで嬉しいお知らせです。リスナーの皆さんもこのお話が聞きたかったことでしょう。2023年のユーキャン新語・流行語大賞ノミネート30選が発表。あのオールナイトニッポンゼロからひき肉です、別版ビバンがノミネートされました。拍手はい、快挙ですよ皆さん、快挙です。はい、一つのラジオから二つの言葉がノミネート。これは異例の快挙と言えるでしょう。はい。ラジオ番組からってなかなかね、ない。一つならまだしもね。いや、でもラジオからなんてなかなかない。珍しいですよ。なのに、二つ？いや、快挙、オールナイトからノミネートって初なんじゃないですか？すごいです、これ。いや、もう、ほん本当にもう皆さんがね、おかげですよ、楽しんでくれて、ね。ブースにもたくさん花を送ってもらって、さっき日原社長もわざわざね、来てくださって、バカラのグラスをくれました。もうこんな、なんかあってもいいですからね、バカラのグラス。ありがとうございます。こんなにたくさんね、花がいっぱい。ほー、すっごいフローラの香りもして、本当にありがとうございますよ。いや、嬉しいです。僕もなんか、ね、一七の人はね、わかると思うんですけど、見てるでしょ？一七の今ね、はい、ヘロ。見てるでしょ？ほんと、すごいいっぱいの花があって、ありがたいですよ。いや、僕も嬉しいです。ほんとに、こんななんか、多いじゃないですか、ノミネートされるって。それが、僕のオールナイト日本ゼロから2個もあははは。まあでもね、一個だけ言いたいんですけど、これはね、まあ、ほとんど、ちょんまげ小僧と TBS の努力の結果、うん、僕は本当に何もしてないんです。本当に、本当に、何もしてない。本当ね、もう全然僕何もしてない。もう本当おかしいんで、本当に、いい、本当に。本当大丈夫。本当にもうほんま、ちょんまげ小僧さんと TBS さんの、頑張ったんだよ。なんか全然ほんとこのラジオのおかげなんてね、もう言わないでか。バカ。
バカラもぜひね、あのちょんまげ小僧たちがねの使うと思うんで、ぜひ送ってください。もう本当僕は無関係だからさ、うん、全然もうそんな、なんか結構やっぱラジオのおかげって思ってんじゃん、みんなもう言わないでそんなこと、うん、誰も言ってねえって誰も言ってねえんだよそんなこと。なんだよなんだよ、ラジオからノミネートって、僕一切関係ないっていや、しもうちょっとはね、ちょっと関係してるよね。でもリアルにちょっとさ、ひき肉ですってさ、僕結構どこのよりも早くここで言ってたよね。ひき肉ですって、あんだけここで知った人もまあいると思うよ。ちょっとは、いやだから超早かった、ひき肉ちょっと貢献した。まああのベキの回を聞くためにあのビバ見た人もいますからちょっとだけだから本当にもうやめなさい冗談はさておきね、今年はノミネートされた言葉結構知ってるのが多かったんですよ。最近の流行語大賞ってなんか聞いたことない言葉を知る大会になったと思ってたの僕は。なんか毎年一覧見て、え、なんだこれみたいな、知らねえみたいなのが多くて、誰の統計でこうなったみたいに毎回疑問に思ってたのね。正直半分ぐらい知らなかったんじゃない、なんかで知らない言葉が対象みたいな、みたいな。だからなんか正直乗れないというか、なんか蚊帳の外って感じだった。だけど、まあ、ようやく正気に戻ったようです。はい。結構ありました、今回。知ってる言葉が。ね、みんなもそうかもしれない。だとにかく、明るい安村さんのね、I'm wearing pants も入ってたと。すごい、ポニーの。すごくない？それ入ってましたね。安村さん、2015年に、安心してください、履いてますよの方もノミネートされてると。すごいだけど。8年後に英語でもう一回ノミネートされた。今までのどの言葉よりもすごいんじゃない？それっす。結構なんかすごいわ。なんかいいな。パンツってやっぱすごいんだ。その履いてないことって。こんなに使えませんだ。8年後に、すごい。やってることが一緒なのに、それほど8年ずっと同じことをしてたわけだから、やり方か違えだね。まあでも一緒か。英語でやって。やり続けるってすごいよ。8年もさ、経ったらもう、まあ廃れちゃうじゃないけど、ちょっとそういう見え方されるはずが、また今一度ノミネート。いや、素晴らしい。すごい。他には、まあ、X とか、蛙化現象とか、推しの、蛙化現象って何？あ、あれか。これのみんなってされたんだ。あ、まあ、でも流行ったか、カエルか。冷めちゃう的な、カエルか。でも、カエルかの定義わかんねえんだよな、僕。カエルかってさ、世間がなんか男の人にカエルかするって言われてるやつ、全部カエルかしないんだけど。むしろ好きになる。あの、フードコートで遠くからなんか僕の席というかさ、女側の席を探してうろちょろしてる感じが、なんかカエルかになるみたいなので結構うわーってなってたけど、僕マジで超好き。ウケると思って超動画撮るよ。マジで。そういうタイプ。いや全然カエル化なんないんだよね。なんで？あと財布、お財布出す、なんか小銭がなんかもうごちゃごちゃ、なんかわかんない、何あれ、なんか手間取ってる姿とか、なんかお金足んなかった時とかってこうやって小銭を探す動作がカエル化らしい。なめんなおいって思っちゃうんだけど、僕は。出してもらってるだけいいだろうと思うけど、好きだーだろ。いや、僕は結構だから、そうやってしてくれっていうか、そういうの全部 OK。マジで何でも OK。僕はその、じゃあオムライスにケチャップでなんか、書くときに、あの、ケチャップが逆さまになって、ブチュッてやって目にかかっちゃうような人がいいから、こういうのもカエル化だと思うの、みんなからして。僕そういうのも好き。なんかそういうなんか変な人の方が楽しくないですか？
って思ったけど、まあ、今年は蛙化現象とにかく多かった。何なんだろう。マート X 推しの子、新しい学校のリーダーズ、電動キックボードとかもノミネート。電動キックボードって何よね。シェアのやつ、ループなんか、あの緑色のやつね、めっちゃ見かけるわ街で。さーっと結構みんなそそそっと行くよね。僕は乗ったことないんですけど、あれ乗ってる時みんな自然と姿勢良くなるの。何、姿勢ピーンって。僕猫背だからさ、めちゃくちゃ姿勢悪いから、あれ僕でもあれ乗って姿勢ピーンってなるのかな。何なんだろうね、あれめっちゃ姿勢いいんだよみんな。僕でもあれ乗れるよ、あのセグウェイ僕乗れますよ。あの手がついてないやつ、なんか昔足だけのやつ、なんか昔あのよくあの吉本本社めっちゃ行ってたのに、週一とかでそのあの新宿にあるさ、あのそう歌舞伎町のとこの、あれお仕事で行ってたんだけど、そこであの田村淳さんがなんかセグウェイを持ってて、あの乗ってみろみたいな言われて乗ったら、結構乗れて、あ校庭みたいなとことか、あの学校じゃん、あれ中の廊下とかでめっちゃ乗ってた。乗らせてもらって、そしたらそれくれた。ミロン重セグめっちゃ重いから持って帰るのめっちゃ大変だったので、今もなんか一応あるんだけど一生使ってない。マジでいつも引っ越したでも引っ越すたびにさ持ってってんの偉くない。なんか奥、一番奥そこにあの最初にしまう、もう一生使わないだろうなみたいなので、まあ実際さ MV とかで使ったんだけど、あのすぐなんかそのハマった時は、ハマったっつっても1週間ぐらいだけど、それは乗れる。キックボードとかそのループみたいなの僕ちょっとまだ未経験。なんかちょっとまだ乗るのに恥ずかしさない、あの外のループみたいなやつ、渋谷のマリカーのやつって一緒の感覚、うんあれと一緒、恥ずかしい。あとなんか自分が乗ってた時に人に、あのちゃんですかとか言われたらどうしようとか、あ信号待ちしてさ、めっちゃ姿勢ピーンってしながらさまあじゃあ車から窓開けてさ、ウィーン言って、あのちゃんですかってやって、もうスピーンってやって、もうスピーンってやって逃げるよそのままシューッつって、やだよ。いやそんなのも考えるとちょっとなぁとか、いやーでもなー、撮られたりとかさ写真で、だからそれうわーちょっとやかも、まだちょっと恥ずかしいかも。なんか原付とかだったらまだいいんだけど、原付でもちょっと嫌なのに、なんか写真さループ乗ってさ、写真バシャって撮られてさ、 X にさあのちゃんピーンってしてて草みたいなの乗せられたらもうほんと最悪、やむよあーオーロラするよ、うん簡単にやめ、簡単にやめるんだよこっちは、すぐやめるんだから。アイコン真っ黒にするよそんなことされたら、本当に勘弁して。いやだからちょっとまだ僕には早いな。渋谷のそうマリカーのやつとなんか似てるかな。あの渋谷のマリカーのやつはどこからやってきてどこに帰っていってんの、あれ見たことある、みんなあれ何、どこに基地があるのそのスタート地点どこで、どこにみんな向かってんのよ。好きなとこ行けんのかな、なんか遠くとか行けないだろうな。渋谷だったら多分渋谷でしょ。で出発しようとしてるマリカーやな、マリカーみたいなとこなんかな、なんかそのラインがあってティッ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 ブーンって押すんだよ、ここでティッティのタイミング2個目のティッティッズーってボタン押すとこ、あれヤッフーっていうかヤッフーってなるか、どっちかのあれよ。あんなのあんのかな、渋谷のどっかに。全然見たことない、走ってるとか見たことあるのに、基地とその最後帰るとことか見たことない。あれ乗ってる人ってみんなマリオとかルイージの格好してるよね、してる人いるよね。あれも借りれんだろうね、スクランブル交差点でしか見たことない。でもあれ
基本、うん、あそこスクランブル交差点渋谷の道玄坂とか、道玄坂の上に。あれはなんで乗ろうと思うの？観光客かな？何なんだろうな。乗る意味がわかんないもんね。普通の移動手段としてはさ、いいけど、渋谷以外も走んのかな？どうなんだろう。見たことあんまないな、でも渋谷以外僕は。うん。渋谷なんだよな、絶対に。見たことありますか、みんな。なんか、乗ったことある人とかいる？なんか、あれめっちゃ車高も低いし、なんかめっちゃ不便そうじゃない？でも。ちょっと、ラジオリスナーわかる人ちょっと教えてください。はい。ラジオリスナー知ってる人いなそう。絶対乗ったことないじゃん、みんな。絶対ループもいなそう。ラジオリスナーでループとか、マリオカート、渋谷のマリオカート乗ってるやついたら本当にびっくりしちゃう、僕。絶対いないんだから。だって僕も乗ったことないもん。まあでも万が一いたらね、それはめっちゃね、ありがたい情報なんで教えてください。もう僕の思う、だから流行語、今年の流行語なんだろう。僕的流行語ってでも2023年って感じじゃない？白書とかは言ってたけど2022だな。なんだろう。僕、ゲロ中、ゲロ中が、そこ、2022。ゲロ中。拍手。なんとかですからさ、とかめっちゃ言ったの、でも。なんとかですからさ、なんか、せいやが沖縄のタラちゃんか言ってたやつ。でも、それは、なんか出ちゃう、たまに。もう使ってるって感覚じゃない。出ちゃうってだけで。だから、なんか、どうしよう。味噌菌か？みぞきんかな。いや、なんかちょっと2024年は意識して流行らせるのもいいのか。僕もこれして見て、あ、何も考えずに言葉発してたと思って、1年間別に流行らそうとか一切思ってなかった。何もそういうなんか自然と誤字脱字の言葉で出るのは自然だから、ちょっとなんかあってもいいかもね。うん、拍手とかも言い方だから、拍手は普通あるしね。言い方でもなんかちょっと2023年のあのちゃんの流行語的なのあったら教えてほしい。それこそ送ってください。よく言ってそうな言葉だって、実際言ってた言葉でもいいから。僕本人だと意外と分かんないからな。だからちょっと言ってそうとかあったら、それを2024年に使うのもいいしね。ありましたら、流行語と、あの、マリカー乗ったことあるやつ、ちょっと、それ以外でもいいけど、お願いします。ってことで、今週も始めていくぜ。アナのオールナイトニッポンゼロ。さて、生放送ですので、番組ではラジオを聴いている方からもメールで参加してもらいたいと思います。リアクション感想メールをお待ちしています。受付メールアドレスはあのアットマークオールナイトニッポンドットコム、あのアットマークオールナイトニッポンドットコム、 ANO であのです。 X はあの ANN0 でたくさんつぶやいてください。さて、この番組はライブ配信アプリの17でも、東京中央区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でもお楽しみください。ここで1曲、ヒゲでミスターアメリカ。今
あの兄。友達のエイと喋るマンボウ、あのちゃん。そういえば、エイ君の上についたらボコッとしてるの、何なの？え、顔、それ顔なの。エイ君って下に顔があるんじゃないの？じゃあその下の顔みたいなやつ何？アノのオールナイトニッポンゼロ。それ鼻なの。え、キモ。日本放送をキーステーションで全国ネットで放送中、アナのオールナイトニッポンゼロ。アナです。メール読む。ラジオネーム、ウーロンさん。アナちゃんの流行語ですが、 CM 明けのメール読むはアナちゃんの流行語大賞に選ばれていいくらい印象に残ってます。これじゃん。これ今も言ったわ。これだ。これは確かにそうだわ。決定。はい。今年から始まって今年めっちゃ言った。メール読む。え、これじゃね？僕しかも私生活でも言うよ。メール読む。マジで。なんか一人とかね、お家とかメール読むとか言ってる。マジで。マジでメール読まないのにメール読むって言ってる。でもさ、これさ、マジどこで使うの？使いどころなくない？メール読むときだけ？でもみんなだからぜひね、メール読むときに家では普通に冷蔵庫開けるときとかにメール読むとか言ってる。ねえ、あんまやだ、変なやつだと思われる。メール読んでないよ。なんかそう、なんか一人ごとみたいな感じで、冷蔵庫開けるときとか、なんかレンジのチン開けるときとかにメール読むって言ってんの。そう、言っちゃうんだよね。なんか板についてる僕も、で お水飲んでメール読むって言ったり、なんかもうそういうこと。みんなもそうやって使って、何かするときの助長、なんかその気合いに入れ言ってくださいよ。 CM 明けだから。そう、テンポよ、これは。 CM 明けてあのです、メール読むだから。で、言わなくてもいいんだもん、メール読む。なんで言ったのかな。なんかさ、当たり前みたいになってない？なんか僕めっちゃ言ってるよね。台本にはちなみに書いてないんですよ。あのですしか書いてないんだけど、いつもメール読むって言ってるんですよね。はい、皆さんもね、ぜひメール読むときとかに使ってください。はい、ラジオネーム、ずっと春休みでいいのにさん。あのちゃんというより、このラジオでの2023年の流行語はクラブハウスです。録音会で突発的に開催されるあのちゃんのクラブハウス、来年こそユーキャンに食い込ませましょう。いや、クラブハウスか。確かにクラブハウスもめっちゃ出てきたわ。うん、クラブハウス流行語遅いね。なんかすごい嫌だね。なんかこの何年前のっていう。でもこれ言う、やんないよ、クラブハウス。家でやるか。やりませんよ。やんない、やんない、クラブハウスは。
いやでも確かにこのラジオで言うとクラブハウスは確かに、それで言うとオーロラとかもさ、ちょオーロラって結構さ新たな言葉じゃない、その追記しをオーロラっていうのはやってますね結構嬉しいまあまあ流行る可能性あるかもしれないからラジオネームコールマンさん、ひき肉を誰よりも早く真似してビバンを誰よりも最後までこすり倒したこの番組は間違いなく還元しています。大賞を受賞した時に登壇するあのちゃんを楽しみにしてます。いやいやまあまあまあそう言ったらわかんだけど、もう全然僕関係ないからさ、うん、まあそうか、ひき肉はね、まあ、誰よりも早く真似したし、ビバンもさみんななんかさ早かったじゃん、なんかちょっと黙り込むの。でも僕最後までねこすったけども、全然もう何もしてない、ほんと何もしてない、全然登壇なんてほんと全然おこがましいですほんと。堺雅人とあのさんですないだろおかしいだろはい、ラジオネームフェルマーさん、あのちゃんはヒカキンからミソキンをもらってましたが、これは流行語大賞にノミネートされたいただき女子のことですよね。この番組から3つもノミネートおめでとうございます。なめんなよおい、あんな奴らと一緒にすんじゃねえヒカキンからミソキンもらったけど、いただきます、はい、いただきましたヒカキンさん、いやでもいただき女子ってあれでしょ、だからなんかお金をもう絞り取る女子でしょ、それをいただきって言ってるのね、良くないやつですよ、良くないのを極限までなんかいいように言ってるっていう、許せねえ、はい、許せねえな僕はそういうの。リスナーニュース見てないでしょ、この味噌菌をもらっただけでいただき女子ってダメだから、はい、 いやでもいただき女子ってなんか言いたくなるね、この語感めっちゃ良くない、 いやずるいよねそんなさ、あんなさ、でこれは誰が登壇すんだこれはこのいただき女子は誰、あの捕まった人え、僕出たくないよあのですとか言っていただき女子ですとか言ってやだよ、僕一切いただき女子してないですから本当に。まあでも味噌菌はいただきましたいただき女子ね、怖い怖い、僕はねあんなあの弁護士とのなんかやつも見たよって、舐めてんだあれは、あ、舐めてんな、はい、ラジオネーム79さん、渋谷のマリカー集団ですが、前に秋葉原付近で見たことあります。ひょっとして長めのコース走ってる、え、な、秋葉原相当遠くない、コース選択あるのかなえ、コース選択とかできんじゃね、やっぱマリオカートってさなんか8面ぐらいあんじゃん、6面8面か、スターロードとかレインボーロードとかそれじゃん、できんだ秋葉原ロードだ多分これできんだな、それだわ、え、見たことないけど、でも秋葉原ちょっとありそうかも、なんかそういうゲームとかアニメの世界好きだから、いやコース選択できんの知らなかったわ、いいね、だって渋谷から秋葉原さすがに走れないでしょ、あんな燃料みたいな燃料いるでしょ、ガソリンとか、あのままガソスター入るのかなマリオとルイージのまま、わけわかんない、でもちょっといい情報でした、はい、じゃあちょっと僕のお話をちょっとだけしますか、アトランタに行ってきたよ、はい、出国前にねあのそうアトランタに行ったんですよ、もう知ってるかみんな、そう、それアトランタ行ってきたんですけど、そう出国前にあのビザを取るっていうことがあって、ビザが僕今何なのか今も分かってないんだけど、なんか面接があったの、なんかビザを取るために面接みたいな、なんか英語を話せるかなみたいな審査みたいなのがあって、でほんと時間ないからなんか早朝アメリカ大使館でなんかやりますとか言って行って、まず物没収されて、そうでもう一人で行ったんだけど、パスポートを持って面接っていう、
やったことある人いるかなとか、アメリカ行く人みんなやるのこれ。僕多分ビザもいろいろあるんだと思うんだけど、僕は初めてで、てかこんなことあんだみたいな感じだったけど、でも結構いたの何人も。で入ったら、あの銀行みたいな列みたいなのがあって、でそこに並んで、なんか自分の番が来て、でまあ本当になんだろう、なんか職業何されてる方みたいな、まあ、一応日本語も喋れる海外の外国の方で、職業聞かれたから I'm artist って言ったら、他はって言われて、テレビバラエティラジオマンとか言って、そしたらおーイエーみたいになって、そしたらなんかいろんなこと聞かれたんだけど、まあ、なんかもう僕わかんなくて適当に言ってたの、ずっとなんかオッケーみたいな、そんな感じでなんかああだこうだしてたら、パスポート取られて、なんか後々分かったんだけど、なんかそこにパスポート渡してビザをなんかつけて、ビザのなんか印みたいなのつけてくれるらしいの。それを知らなくて、僕パスポート取られたから、失格なんだって思って、はい没収的な、ってなって終わったみたいな、失格マジやばい。僕結構焦って、本当に一人だし、そこに誰かなんかそのマネージャーさんとか呼べるわけでもないから、よしやべえ失格だみたいな、変な受け答えばっかりしたかな、したからかみたいな。でももう僕結構パスポートみたいな、それパスポート僕 Hey とか言って、パスポート Give me takeパスポート give me take my passport とか言って、 I'm a passport って言って、 I'm a passport って言って、でそれ you know I'm a passport okay みたいな、 you know I'm a passport okay って言ったら、なんかははみたいな、ははってされて、See you みたいな。なんて僕帰ったの、みたいな。で次の人もいたから、あんまりそこでなんか粘れなくて、結構僕パスポート I'm パスポートって言ってたのに返されて、もう返してよみたいな、パスポート取られたんだけどマジ最悪みたいな、いけないじゃんアトランタみたいな、チェーみたいな、どうしようマネージャーとかトイズファクトリーなんて言おうみたいな、取られたんだけどパスポートっていうのもなんかちょっとあれかなと思って、だからなんか何もしてない僕は、パスポート取られたけど言い訳を考えてた、本当パスポート取られたんだけど何もしてないですよ僕はみたいな、でも取られちゃってマジあもうどうしようみたいな、でもまあ最悪みたいな、行けないじゃんとか言って、まあでももう他の仕事が次あったから、まあいっかみたいな感じで、一旦まあいっかで終わったんだけど一回置いとくかみたいな、まあなんか僕結構わかんないから、パスポートがないと海外行けないのもだからあんま知らなかったんで、まあいいやみたいな、でまあ取られちゃって、まあいっかみたいなので、なんかワンチャン行けるっしょみたいな、最悪なんか多分パスポートとかもまた作りゃいいっしょみたいな感じで、まあ本当3日後とかに行く予定でなんかでも結局行けたのよアトランタ、そうなんか多分送りつけてきたのか取りに行ったのかで行けて、まあ良かったんですけど、ただそのでアトランタ行きました、で初日着いて、まあ、夜だったのかな、夜に着いて飛行機何13時間とかでマジ長旅あ、でそうそう飛行機の中で僕なんかみんなにその前に事前におすすめのなんかネットフリで見れるやつ何みたいなんで聞いてたやつで、ベイビーワルキューレってやつがめっちゃいろんな人から言われたから見たんだけど、めちゃくちゃ銃で撃ちまくる映画だったんだけど、めっちゃ面白くて、でもそれ見た後とかめっちゃ怖くて、降りた瞬間なんかその映画自体をなんか普通にもう日常のように女の子が人を銃でバンバン撃つ映画だから、なんかこんな軽いんだみたいな、僕そういう海外なんて特に危ないって聞いてたから、なんか結構常に周り警戒してて、いつ撃たれてもおかしくないと思ってそう誰かがこうやってさ携帯取り出そうとしてた人グワーとかなって、ほんと怖くてマジビクビクしてた初日は。そうやっぱ飛行機でそういうの見ちゃダメだなって
あの本当簡単にバンバン打ってく映画だからさ。そうそう、それでまあ夜は特に別にもうすぐ寝るみたいな感じだったから、まあその前にご飯行って、でやっぱ心配なのかご飯なんでもね。で、まあ、僕エビ好きなんでエビのパスタがあったから頼んで食べたら、うん、美味しくなかったな。うん、エビのパスタ、いやパクチーが入ってたの。もうなんなんだよ、パクチー入ってるって書いてないんだもん。てか英語だからわからないし。アトランタ吉、これアトランタで生活終わった、できなくねって、ちょっと落ち込んだ初日、もういきなりくじけて5日間ぐらいそう滞在するから、うわーみたいな、結構ね初日から僕うわーみたいになっちゃってたかも。そうで食べれなくて、でまあまあつ、そうそう、次の日は、次の日はまあそのすぐ会場行って、もうその会場がまあ前さ会議室みたいなとことか言ってたじゃないか、ディズナーが。そしたらまあこうアニメのフェスだからめっちゃ大規模で、なんかちょっと幕張メッセみたいな会場だと思ってもらえれば一番近いんだけど、そう幕張メッセみたいな感じで何個かブースがあって、まあグッズ売り場とかもあったり、あとまあそうライブする場所があったりっていうので、そう、それがそういうところで結構広くて、でまあ2日目そのオープニングセレモニーだったり、そのサイン会みたいなのがあって、でそこでなんか初めてアトランタのファンの人と交流したの、サイン会で。なんかほんとみんな情熱的で、めっちゃ人いた、びっくりした、アトランタの方々で情熱だった。もうみんな好きをストレートに伝えてくるからすごい嬉しくて、でなんか I love Anna とか言って、いきなり目の前でギター早弾き早弾きギタードゥルル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 、いやこっちサイン書いてんのよみたいな、見れないわみたいな見たいけどもう早く書かないとみんなに回せないから、ただめっちゃそれも嬉しくて、めっちゃいいねとか言って、だってさこんなの日本じゃありえない、目の前でいけないギター早弾きは、あのちゃん聞いてみたいな、熱すぎない、どんだけナイスだよと思って、めっちゃかっこよかった、それもいいなみたいな、ちょっと心打たれたもん。まあまあそう、だから日本のファンの方とまたちょっと違うと、日本の方シャイだから、そう海外の人はちょっと厚め、熱い感じで、コスプレイヤーもやっぱ多かった、アニメイベントだからコスプレしてる方、ナルトとかワンピースとか、なんか本当にあのみんながわかるような、でなんか男性の方も普通にあの女の子のキャラクターのコスプレしてたり、女性が男の子のしてたりとか、本当に何にもなんか壁がないというか楽しい感じで、でもなんかねそこにやっぱちょっと気になる人がいたんだけど、なんかそうナルトとかワンピースはまあわかるじゃん、なんかちょっとふくよかな女性的な感じがいて、でジムの格好、なんか公務員とかの事務職の格好してて、でなんか金髪でなんか犬の耳生えてて、あ動物の森のしずえ動物の森のしずえだってなって、いやしずえかーみたいな、しずえ来たーみたいな、いや大きいしずえがいて、しずえ参戦みたいな、いやもうそっから結構いい、しずえがちょっとパンチ効きすぎてて僕ずっと気になっちゃって、でなんかもう目から目で追ってたけど、追うまでもなく結構ずっとしずえいたな、しずえずっとついてきてて、でなんかその後はトークとかもあったんだけど、トークも、まあ、登壇したら最前にしずえ、うん、いた、しずえなんでいるのとか言って、女性の方ですよ、あのしずえは、うん、なんか気になってしょうがない、応援してくれてるんだと思ったけどね、ラジオを聞いなんかね、僕これ絶対ラジオで言おうみたいな思ったもん、しずえ見た瞬間、うわしずえいるみたいな、写真があるんでそれ見せれないのがあれだけどね、まあでもすごいよ、そのコスプレの人たちみんな
結構クオリティめっちゃ高いから。うん。で、しずえは本当にクオリティ高かった。しずえのクオリティが、なんかね、高いんだよ。僕、一目見てだってしずえって分かった。見せて。見せてよ、しずえ。そう、動物の森のキャラクター。で、まあ、その後、まあ、サイン会もトークも終わって、で、リスナーさんがこの間教えてくれた、ナマズの唐揚げ食べました。食べました。食べなくていいよ。食べなくていいと思ったよ、僕は。ナマズの唐揚げ言ってたなぁと片隅にはありつつ、いやー、でも食べなくてよくないだって。穴だよ、みたいな。なんで食べんのみたいな。うん、食べました。どこで食べたんだっけな、なんか変なレストラン、なんか海外のレストラン、そりゃそうか、ナマズレストランで食べました。でもなんか出てきたのが想像と違った。本当ナマズレストランのアトランタ店なんだけど、なんかだからがっつりナマズ唐揚げ出てくるかなと思ったら、ナマズ唐揚げの全貌は隠れてた。出てくる時点で白いソースがドラーンとかかって、ご飯とかもついてて、想像以上にボリューム。見た目はエビマヨって感じ、本当に。で、うわ頼んじゃったなみたいな。まあラジオで喋れるからいっかみたいな感じだって。でもまあ、まずいっなあ、ちょっとまずかーと思いながら食べた。めちゃくちゃ美味しかったーよ。めっちゃ美味しかったよ。はい、めっちゃ美味しかった。なんなんだろう、最高って感じ。めっちゃうまい、ナマズうまい。うん、はい、発見です。ナマズうまい。白身魚なのかな、白身魚で、正直日本の白身魚のやつよりうまかった。パサパサしてないの、ふわふわ、マジでめっちゃうまい。リスナーありがとな、大発見。日本でナマズの唐揚げあったら食べるかもってぐらい、めっちゃうまいよ、ふわふわ。白身魚の中でもナマズが一番うまい気がしたってぐらいうまかったです。マジでサンキュー、本当にうまかった。ソースは、いや、ソースも、まあ、うまい。でも、なんか、あんまり僕、ソース、好きじゃないんですよな。なんか、エビマヨの、エビマヨのとことか、嫌いなの。そもそも僕。そうだ、タルタルソースとか、大っ嫌いだから、もう、繊細だから、やっぱ。うん。舌が繊細だからさ。だから、もう、避けるよね。申し訳ないけど。だって、目的は生酢から揚げだから。うん。だから、ちょっと避けた。いちいち。繊細だから。はい。まあだからその調子で、あれ、ナマズ唐揚げいけたから、その、この繊細ちゃんもザリガニいけんじゃねみたいな。思って、ちょっと、まあザリガニも言ってたじゃん、リスナーが。だから、アトランタで有名っていうことで、もう、ザリガニありました。ザリガニあったよ。あってしまった。頼んだ。食べた！ダメー。はい。全然ダメ。ザリ、布皮ぐらいダメ。ザリガニ味だもん。だって。めっちゃザリガニ味したな。ぽいエビじゃないっていうか、なんかその場にいたマネージャー含め、その一緒に行ったギタリストさんとかみんな、結構うまいね、みたいな。なんか、エビじゃん、みたいな。エビっぽいね、みたいな。はぁ、わかってない。全然繊細じゃない。もう、鈍感鈍感。鈍感です。はい、人生楽しそう、僕だけ。はい、もうこんなの全然エビと違いますから。はい、僕大好きですから。エビとザリガニ全然違った。一緒にできない、ダメ。もう全然美味しくなかった。もうまずい、二度と食べないね、ザリガニは。悪いけどザリガニ好きな人に叩かれてもいい。僕はザリガニめっちゃまずいから。はい。っていう発見。だ、調子乗ったね。全然食べれなくて、みんなが食べてた。本当に。いや、なんかみんな大人だよな、舌が。どうなんだろう。でも、想像しちゃったんだよね。あとザリガニっていうのを、川で釣ったザリガニを。はぁ、あ。ザリガニも、
ゾリガニもなんかなんていうの、味噌みたいな茶色い液体の中にいたの。もうさ、いや食べれないじゃん、そんなんしたら。僕が食べれるの作ってよ。なんかちょっと違うんだよ。だから器に入ってんの。おっきい器に茶色い味噌みたいな、ドロドロ、もっと味噌よりちょっととろい、とろとろでカレーみたいなとこに、なんか赤いちっちゃい身がちょっとずつ入ってんの、ゴロゴロと。でその赤い身がザリガニなんだけど、それが本当に美味しくない。やだね。マネージャーたちはバクバク食べて、普通にエビみたいやみたいな感じだった。マジみたいな。だからまあ食はね、ちょっとそういう人たちに食べてもらって、まあ食はそんな感じで乗り切ってたね。ナマズがとりあえずうまかったからよかった。で、あと3日目はライブの日なんだけど、朝早く起きてリハーサルして、でその後にあのリスナーがそれこそ教えてくれたパンケーキを、パンケーキ屋さんにあの女子女のマネージャーと、あの藤崎マーケットの追っかけしてる人ね、まあその美人マネージャーですよ、いわゆる、それと一緒に行って、そしたらなんかちょっとお店入れるまで数分かかるんでって言われて、その辺じゃあブラブラしようかって言って、なんかマネージャーがなんか墓地あるやんみたいな、めっちゃ近く墓地あるやんみたいな、行こうやみたいになって なんで墓地あって行くのって思いながら、まあ、散歩して、散歩がてらじゃあ行こうかってなって、あのアトランタの墓地に行きました。僕なんで本当に全然観光あんまできてないのに、唯一なんで墓地行ったかなって今も思うけど行った。でやっぱ日本の墓地と違うから、本当になんかちょっとねおしゃれなんよ、やっぱ墓地も。それでうーん土葬やなーみたいな、僕も土葬だねとか言って、土葬だーっていう会話してたらもうなんか時間経って、もう水入れてパンケーキ食べたんですけど、土葬でしたそんなの行かなくてもわかるしね。いやだからそういうのはね、会話しながらも、その後、まあ、パンケーキはめっちゃうまかった。ちなみにでかいんだけど超美味しかった。また食べたい。パンケーキはやっぱなんかうまいね、アメリカのもめっちゃ。でまあ満足してタクシーで帰って、まあ、タクシーの運転手さんも You are artist とか言って、曲ミュージックみたいな流してみたいな言って、誰かこの流してくれて僕の曲を、そしたらちょウェーイみたいな、フォーみたいな、ノリノリ、めっちゃ陽気だよ。あっちの人たちびっくりした、グッドグッドみたいな、なんかうんってか本当に自由だよね、タクシーの人もマジ片手運転めっちゃしてるし、本当にめっちゃ窓から手出しながらフォーとか言いながら、いやーなんかあの自由さはちょっと憧れちゃった。海外のいいな、開放感あってと思って、でほんと乗せることができて光栄ですとか言って、すごい丁寧で、でまあその後ライブもやって、ライブもマジ盛り上がった、めっちゃ盛り上がって、本当にあの海外のお客さん、まあ日本から来てくれたもちろんいたんですけど、すごい盛り上がってくれて楽しかった。で結局、まあ、MC 問題だけど、あのちゃんは日本語で行きました。はい、ごめんなさい、英語まあそのビザの面接の感じわかると思うけどできないので、じゃあ日本語でやったけど、あ、まあ、コール&レスポンスとか結構日本ではなんか楽しんでいきますかって言ったらイエーイみたいなのあるんだけど、それがまあ伝わんないかなとか思ったから、まあアトランタではよろしゅーってめっちゃ言って、よろしゅーって言ったらよろしゅーって、いやこれじゃあこれもいけるかなと思って、にゃんにゃんおえーって言ったらにゃんにゃんおえーって、いやすごかった、すげーと思って、これ帰ってくんだみたいな、ノリ良すぎる。で本当にで前の方にしずえしずえまたいた自然もよろしゅうにゃんにゃんおえお前は犬めちゃくちゃ楽しかったです、アトランタのライブ。
そしてオールナイトニッポンリスナーいました。はい、この続きはします。女子大生シンガーあのちゃむのラジオが見られるのはライブ配信アプリの17だけ。誰でも簡単に無料で楽しむことができるんが、オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でも楽しんでくるめんす。あののオールナイトニッポンゼロ。あの兄、ダメすぎるトークをするあのちゃん。僕ホテルのハンガー持って帰るのが趣味なんですけど。あののオールナイトニッポンゼロ。あ、言っても2、3個ですよ。あのです。いや、もう気になってしょうがないと思うので話しますが、まだ、さっきの、大盛り上がりのライブが終わった後、またサイン会が夜、深夜までやるって言ってたやつ、ハードスケジュールなんですけど、そう、深夜0時ぐらいまでやるサイン会が実施され、で、時間もあるから限りがあるの、本当に列がすごくて、本当にありがたいことに、なんかジョイマンみたいになんなくてよかった。ちょっと心配してたんだけど、全然そんなこともなく、すごいものすごい。一番並んだんじゃないですかね、僕の列。それがすごい行列で、まあ、時間も限りもあるから、全員はできなかったのね、その最終日は、この日は。だから、なんかこの人までですみたいな、区切りで、なんかさ、区切ってもらったっぽくて、そのスタッフさんに。で、まあじゃあ、もうほんと何百とこうバーってサイン書いて、一人一人書いて、なんか会話も、ちょっとだけ会話すんだけど、して、で、最後の人来ました、みたいな。そして、ヘロー、みたいな感じで、ヘロー、スポティファイ
スポーティファイ聞いたよ、あの水木ゴールドファクトリーって。僕マジってなって、いやもうあの水木知ってる人いるわけねえだろとか僕言って日本でもいないのにここにいるわけねえだろお前とか言って、そしたらいやスポーティファイでオールナイトニッポンゼロ聞いてるよみたいな、みたいな、あの水木みたいな、いやマジ、しかもなんか間に合ってよかったみたいな感じだって、本当に最後の最後の最後の一人だったから、本当に最後の一人、こんな奇跡あると思って僕びっくりしちゃって、いやもう本当嬉しかった、結構感動しない？あの水木がちょっとでもさ、あのトイレとかしてて遅れてたらさ、あれはいダメってなってたわけだよ。すごいよこのタイミングと、いや持ってんなみたいな、日本語喋れる人だった、日本語ね喋れる子結構いたよ、うん、でその方もめっちゃ喋れてて、いやすごかったマジで、 Spotify でやっぱ聞けるんだって思ったし、で海外で本当に聞けるかとか知らないじゃん、ちゃんとラジオ聞けんだなと思って嬉しかった、あの水木って僕もサイのとこ思わずあの水木って書いたもんトイレファクトリーみたいないやなんかすごい、そのラジオでね海外の人も聞いてくれてるっていうこの事実を知れたからさ、ちょっといやがぜんね嬉しいとかやる気も出ますし楽しいです、楽しめたいと思ってますけど、いや今回も聞いてるかもしんないからね、 Spotify でアップされたら、いやオールナイトニッポンゼロ海越えてました、はい、メールとかね送ってほしいけどね、なんかメールは送れんの、海越えて、あそっかメールは送れんのか、いや送ってほしいけどね、あの時のあの水木ですって、受付メールアドレスはano@allnightnippon.com ano@allnightnippon.com ano で、あのです、引き続きメールを募集中ですはい、メール読む。春はあけぼの、僕はのけものさん。マリカーですが、大阪の難波でも走ってるらしいです。もしかしたら道玄坂から難波までロングランしてるのかもしれません。え、大阪でも走ってんの？マジ？え？あー、待って、マジ？ロングラン？本当に？ラジオネーム、標高低めのマウンテンさん。渋谷のマリオカートの件で、私は去年まで札幌に住んでたのですが、すすきの中心部でルイージとマリオ、ピーチを見たことがあります。もしかしたら全国を横断してるのかもしれません。え、あれ全国にあんの？なくていいんだけど。ちょい冷めるなぁ、なんか。あ、渋谷で見れるからなんか、やってんねえ今日もみたいになるけど、全国あるんだ。ていうかなんか、ナンバーか。って言ったらなんか、静岡とかにも、いた気がしちゃうんだけど、この間いなかったかな、ハロウィン近くに静岡でそうライブがあって、僕それで見たのと違うかな、でも誰も墓地知らない、あ基地知らないじゃん、基地みんな結局墓地は違う、そのあと塗装ね、だから基地はどこにあんの結局、いや大阪にも走ってた、札幌も走ってた、はい、渋谷も走ってた、基地どこ、基地なんか乗ってた人から来ない、やっぱり僕のそのリスナーにいないか、マリオカートに乗るやつはいたらね、あれですけど、ラジオネームポンチさん、マリカーの基地ですが、笹塚の住宅街の中に基地があります。ガレージみたいな中にマリカーの車がいっぱいあって、コスプレした人たちがいっぱい集まってるの見ました。本当？え？笹塚でいいんですかこれ、笹塚？え、ボケてる？ボケてる感じ？どっち？本当？笹塚？しかも住宅街の中？変なの？笹塚？しかも笹塚って感じが全然想像できない。でマリカーの車いっぱいあってコスプレして、
これハロウィンのやつじゃないの？ハロウィンでさやったんじゃないの？渋谷にないの基地。わー、渋谷だと思ってたな。笹塚なんだ。笹塚の住宅街にある？個人経営？何？個人経営で勝手に貸してもらってみたいな。うちのマリカー使っていいやみたいな。笹塚から渋谷に来てんの？あの渋谷にいるマリカートたちは。笹塚発信？え？笹塚みんな観光客がいて。で、観光客が笹塚から、渋谷に来て、で、また笹塚に帰っていくわけ。笹塚よりもっといい観光地あるって、絶対。なんで笹塚なの？めっちゃ不思議。これ本当かな？すごいね。なんか、あんまり嫌かも。その、なんか、笹塚にあるのが意外すぎて。でも乗った人はいないな、まだ。ラジオネーム、ジョンタイカーさん。僕もあのちゃんをリスペクトして、ラーメン食べ終わって最後に水飲んだ後に、メール読む。で、お会計したいと思います。いや、してくれよ、これは。流行らしてよ、みんなで。メール読むを。メール読むってやって、なんか何もメール読まないっていうのを流行らして。店入るときとかにメール読む、ウィーン。よろしく、それやってくれ。やってよ。頼む。店員さん呼んで、メール読む。いや、注文する。メニュー読むとかある人だから。何名様ですかって聞かれた。メール読むって。いや、これでも流行らせてよ。やっぱね、僕の力だけじゃ流行んないんで、みんなの力が必要。もう僕でもよろしゅうとかめっちゃ言ったけどね。よろしゅう。よろしゅうとかさ。にゃにゃおえとかめっちゃ言った。あんまメール読むね。狙うと流行んないんじゃないかな。メール読むですわ、じゃあ。ラジオネーム、屋根裏部屋さん。メール読まないので、メール送ると言いながらメール送ります。うん、それはダメ。それはダメ。うん、個性出しちゃダメ。ルール乗っとって。メール読まないから、メール送る。うん。で、メール送っちゃダメ！メール送るって言うならメール送らない。メール読むって言ってメール送るのよ。わかる？これ。メール読むって言ってメール送るの。なんでここで、の間。間です。聞いてください。君の仕事の顔をさ浮かべ
ここで一曲お聴きください。今週のオールナイトニッポンプッシュ、ファンタスティックス from エグザイルトライブでスターボーイズ。眠い目こすりながらあの日君と見つけた降り注ぐ星屑のインビテーション、歩き方もわからないまま遥か空を目指した、愚かで勇敢な僕らだけがたどり着いた今日。 I can't change my universe、 海と容赦にない自分を探してた。アノのオールナイトニッポンゼロ、アノです。メール読む。ラジオネームストーブスさん。アトランタにいたアノミツキがとてつもないインフルエンサーだったら、アメリカ中でアノミズキアノミズキって大流行すると思います。次にアメリカに行った時は全員にアノミズキって言われると思います。いやあいつインフルエンサーかな。アノミズキのアノだと思われるのマジやだわ、やだ。でも確かにあれがインフルエンサーだったら流行っても全然おかしくないよ。あの水木が、水木は佐野水木のことだからね。みんな知ってます？ちょっと知らない人からしたらさ、あの水木って何みたいな、なんか花水木的なさ感じだったりさ、そのスナックの名前とかだと思うんですよ。あの佐野水木さんと僕がやってるフジテレビの競馬番組、あと大吾さんもいて、あのそういうあの水木っていうね、面白アナウンサーです。佐野瑞希さんは変な人です。変なおじさんです。そういう人とやってるやつね。いやちょっと流行してほしい。アトランタにも、アトランタで、こちらみこの今日着てるパジャマはアトランタで買いました。イエーイ。だから今日着てきた。はい、じゃあコーナー行っちゃいます。池田のクソ下手。アノは生きるのクソ下手。財布はすぐなくすし、ウーバーイーツでミートボール頼もうとしたら間違えてオートミール頼んじゃうし、服もシワシワ。このコーナーではそんな僕みたいな生きるのがクソ下手っぴな君たちに一人じゃないよと言いたいコーナーです。それでは紹介していきましょう。ラジオネームおにぎりの申し子さん。電話予約したのにさっき電話してきたのあいつかと思われてそうで結局いけない。うわー、電話予約のそこだよね。電話予約の
嫌というかちょっとネックなとこ僕も結構気にしちゃうんだよ。だから電話がまずハードル高くない？電話したくないんだけど。マジで電話嫌い僕。予約とかもできない僕は。それをしかもなんか あいつかみたいに思われるの確かに嫌だ。あの電話で声ちっちゃくてなんか何言ってるか分かんなかったやつだ絶対思われんだもん。だから僕結構人にやらせる。もうもうその近くにいた人とかに電話してくださいとか、予約僕の代わりに予約してとかやる。えする僕マジで。なんていうの、なんか例えば皮膚科とか病院系もマネージャーとか知らない人とかにやってもらう。だから普通に普段だったらその何隣に座ってた人とかちょっといいですかみたいな、この代わりに予約してもらっていいですかみたいなことするよ。だって一生会わないじゃんその人って。だからいいけどさ、電話先の人は次会うんだよ予約した後ってなると、まあ、電話よりハードル高くないって思われるかもしれない、その知らない人に話しかけるの。けど一生会わないから二度と。やってくれる人全然普通にいる。マジで全然余裕。いやだからね、それおすすめです。電話先の人だってこの後予約したやつだって思われるの嫌じゃん。嫌だから。はい、ラジオネーム神社&お寺さん。どんな名前？神社&お寺さん。半年くらい充電ない状態で電動自転車乗ってる。ああもうこんなん超わかるわ。これ生きるのクソヘッドマジ共感するんじゃない？意味、ね、ないのは分かってるんだけど乗っちゃうんだよね。入れんのがまためんどくさい。こう充電するのが、その作業すらがしんどい。しんどいんです。いや分かるわ。入れりゃいいのにね。充電したらいいのにね。なんかね、億劫で。ラジオネーム三浦康子偽物さん。ジャグジーのお風呂全然楽しくない。ああもうめっちゃとボコボコボコってなるやつね。うん、楽しくない。確かに楽しくないよ。うん、てかさ、ジャグジーのお風呂って何のためについてんのあれ。うわこれはちょっとなんかバカリズムのバカ狭い詩とかで取り上げてほしい。なんか知ることができそう。なんでさあんのあれ、意味あんの？意味なくね。楽しくないじゃん。だって腰に当てるにしたらさ威力弱えなって思うんだけど、なんなんだろうね。なんか投稿したい。でも全然楽しくない、めっちゃ怒る。ジョーネームオクトマンさん。人に見られるのが嫌すぎてゲーセンの太鼓の達人まだ一回もやれたことない。これはそうね、特に一人だとちょっと厳しいかも。なんか一人でめちゃくちゃ叩ける人とか、なんであれはどういう才能、もともと持った才能だよね。でもあれ練習したとかじゃないと思うんだよね。めっちゃ叩けるやついない？いるよね。すごいよねあれ。だからそのゲーセンの音ゲーは基本そう、なんか一人じゃできない。僕みたいなのはこの人もそうだろうけど、あの人たちすごいメンタルの持ち主。ダンスやべえやついる。ダンレボ足すんごいことになってマジであれやばくない？あれ本当にすごいよね。いやでもなんかそのメンタルはちょっといいね。そのなんか気にしないっていう、それは見習いたい逆に。はい、今夜のクソヘタは以上。引き続き生きるのクソヘタ、人生エアポの君からのメールを待ってます。受付メールアドレスはano@allnightnippon.com、 ano@allnightnippon.com、 ano でアノです。懸命にクソヘタと書いて送ってください。なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない。ジョージ・エリオット。
送りしたのはロストエイジで母乳でした。アナのオールナイトニッポンゼロ、アナのオールナイトニッポンゼロ終わり。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。全世界で聞けますか、これ僕発覚させたので、ぜひね Spotify で皆さん、全世界の皆さん聞いてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。日本放送ではこの後4時30分からは上柳正彦朝ぼらっけをお届けします。全世界では聞けませんはい、アナに今夜の採用者はラジオネーム氷枕さん、ラジオネームペチプーさんでした。ありがとう。メール読む。ラジオネーム藤原元大島原参戦さん、佐野瑞希さんは10年くらい前までアメリカのニューヨークにいたので、あの瑞希がアメリカで流行ったら佐野瑞希と合わせてリバイバルヒットになります。とにかく明るい安村のアメリカバージョンですねすごいじゃん。確かにそうだ、すごくない？てか10年くらい前までアメリカのニューヨーク行ったのか。え？じゃあ瑞希も連れてけばよかったか、一緒に。あの瑞希でアトランタに営業いやしないわふわーってギャーってなってギャだよ。でお前リバイバルヒットいいじゃん、サノーとか、サノー、コンビなのもうやだいやちょっとね、じゃあ次次回ね、アメリカ行けたら瑞希も連れて行こうぜ。はい、ということで早いか、ちょっと早いんだよねこれね、ちょっと余っちゃうんですよ。はい、こういう時どうしたらいいんでしょうかね。まだちょっとね、今日何回目か分かりませんけど、まだちょっと分かんないということで、メール読めばいいんだけどね、この時間メール読む。ここまでのお相手はアナでした。出会いがあれば別れもある、笑顔でまた会おう。アナです。アナのオールナイトニッポンゼロ17限定のアフタートークです。はい、今日はまあアトランタでのお話など結構しました。こちらね、アトランタで買ったパジャマどうですか？はい、メール読む。ラジオネーム練りごまさん、
アトランタでいろんな料理を食べたあのちゃんですが、アトランタの大学生がやってる職場恋愛し放題のサークル寿司には行かなかったんですか？なんかそんな話してたな。いや、そう、名前は、あのね、上がった。そのラジオでサークル寿司ってやつ提案されたんですよとか言ってたけど、そのなんか大学生とかのサークル乗りっていうのがもうどうしても嫌で行かなかった。絶対嫌だって思ったから絶対嫌だと思って行かなかった。いや、だって嫌じゃん、職場恋愛し放題のサークル寿司。持ち帰りしまくってさ、寿司をね寿司を持ち帰りまくってやだ。だから行かなかった。ちょっと気になったは気になったんだけど、サークル寿司頭に浮かんだけど、まあそんなにね食べる気はなかった。スタッフ陣は全然困ってなかったな。マジでうまそうに食ってたな、いろんなものを。いやー、伊集院さんにもらった粉持ってったんだけどね。あ、あとそうだ、一回ちょっと食べた、なんか変なやつで、それがちょっと味がちょ濃くて、でも食べれないような味だったから、伊集院さんにもらった粉かけた、うん、もっと濃くなってもう一切手つけなかった何してくれてんだよ伊集院さん。あの、何でも食べれるっていうからかけたのに食べれなかったよ、アトランタのご飯ちゃんとそれだけちゃんと手持ちポケットに入れて。いやー、でもアメリカっぽいものではハンバーガーとかも食べてないです。ハンバーガー別に食べないな僕。ハンバーガー日本でもで、アメリカっぽいっつっても食べない。まあ、ウインナーなんかソーセージは食べたくて、1日目がソーセージって言ったけど、なくてエビのパスタ頼んで、でもその通訳の人が僕がソーセージウインナーって言ったことを頭に多分すごい残ってたんだろうね。2日目3日目4日目もずっとウインナーここはないです、ウインナーここはないです、ウインナーなくてすいませんみたいなめっちゃ言われて、僕ウインナーが大好きなやつみたいになってた、その通訳さんからして。1日目だけちょっとたまたまその時ウインナー食べたかっただけだから、すいません、今回ウインナーごめんなさいみたいな、いやそんな、そ全然全然いいですみたいな、そういうことあるよね。なんかそれがありましたね。ウインナーもだから食べるってない。うん、もうパンケーキかな一番うまかったの、あとナマズの唐揚げ。ちょい、でも何ぼちはね、ぼちはぼちマジ何の時間だったんだろう。マジで散歩しただけ、ちょっと木漏れ日を浴びながら、なんかまあいい感じだった。散歩コースとしたぼち、なんかてぷよんっていうなんかドロンって感じじゃないじゃん、日本と違って。なんかそう、アメリカの映画で見るようなちょっとハッピーな感じだったか、なんかちょっとイベントもやってるレベルのなんかぼちだったからまだいいけど、その土葬やなみたいなそのマネージャーがね、関西人だから、土葬やっぱ土葬なんやねみたいな、土葬やなだっていい、そのマネージャーがそのポチ行きたがってたよ。特にもともとホラーめっちゃ好きな人なの、めっちゃ怖いの好きでっていうのもあったと思う。なんかすごい楽しそうだったポチはい、行けてよかったよ。アメリカ楽しかったです、また行きたい。ということで、アナのオールナイトニッポンゼロは毎週火曜深夜3時から17でライブ配信しています。誰でも無料でスタジオの様子を見ながらオールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができます。というわけでアナでした。また来週、バイバーイ。